訳ない。やっぱね、社会人はあれだから、遅刻したらもう泥棒だから。わかる？チェックしとけ。俺の意見より嫁の機嫌。皆さん、山あっても山梨県へようこそ。まず、本日はサムライティングスロパチ部ということで、こちら富士吉田市にございます大丸さん、こちらですね、なんと第1回ジャグラ大会を開催したいと思います。あ、すいません、ジャグラーの申し子と呼ばれております。はい、ジャグレンサノと申します。よろしくお願いします。プロップの申し子安藤です。大事なのは台との呼吸なんです。だから3枚あれば十分です。1枚掛けで引かなくて。山梨県で本格手打ちの僕もやってここに行こうと思います。よろしくお願いします。おいしょ。この人ね、侍のかなり初期の時に静岡県に行ったんですけどその時3時間ぐらいノーボーナスで周りが声かけづらい空気つくんですよ、この人。もうオープンしてるので、本当に次20万人頑張ります。はい。で、今日対決なんです。対決でいいんですか？どっち対決なんですか？ちょっと待って、僕何も聞かされてないので。お前らなんか勘違いしてねえか、おい。勝負によ、対決じゃないものがあるのかよ。そもそもサムライディング金ないっすから。まあそうなんだけど、どうなの？あれですよ、今日もう対決じゃないですよ、パチンコは。え、あともう1万円だけ渡すので、今日から1泊2日山梨県で過ごして宿は手配してあるんですけど、食事代とかその他のものは今から1万円渡すので、それで増やしてきてもらうという感じで、ある意味自給自足だ。ここで負けたら多分あともう山とかで取ってくるだけですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、嘘でしょ、マジで。本当です。え、1万円はい。え、ここ10日ですか？10日ありますけど、48枚交換。ちょっと待って、自信ある？だって1枚お前ポンコツだからダメだよ。本当に一人2500円なくなったらもう秒で終わりです。ユニコーン。え、でも実践時間どうします？はい、実践時間もクソもないのか。ないよ、お金なくなったら終わりだから。だからもう逆に言えば増えたら増えた分そのまま交換な。はい、バーベキューとか。そういうことです。まあ今日は今回の旅がサムライティングめでたく10万人突破しましたと。いいよ。まあその10万人記念旅行といった感じで、はい、サムライらしくゆるく、まあ時には厳しくやったりやっていきたいと思います。で、今日は夜バーベキューがあるんですよ。はい。で、バーベキューでそのやっぱお金がないと何も食べれない。自分たちで取ってきてそうです。山菜とか。はい。だからまあそのやっぱいいお肉とか食べたかったらここで当たり出して稼いで食べるしかないかなと。どういう流れでいきます？じゃあ1万円を今日はまあ分配する。2000円ずつ分配します。分配して、いやー、2000円でペカりますかね。ちょっと朝一っていうのが難しいんですよね。目に見えるものが真実とは限らない。何が本当で何が嘘か。マックス鈴木は本当にハゲが治るのか。植毛は2回目果たして成功するのか。その結果はこの後分かります。そう、ここは新宿3丁目神話クリニック新宿 E。 果たしてマックス鈴木の頭皮の運命はいかに。神話クリニックへようこそ。はい、まあペカったから痛いです。ペカったらいいや。もう俺も回しちゃおうじゃん。はい、ダメ。おきぼさん、いきなり。あ。ガサピックビッグシャドウ。ライドの呼吸をね。
せられるかっていうのがこのポイントです。15は早すぎる。素晴らしいですね。なんか最後に光るのだけはやだな。これより俺らさらに入る。はい、どうこれ、どう見た、ね、見たこれ、どうすかこれ、もう別格ですよこれ。
買いました。いいですか、いくらでいいですか。ビッグを引くかでだいぶ変わってきますから。そうですね。侍の最弱王が決まっちゃうんですよ、これで。今のところ圧倒的プラスなんですよ、全体で見たら。そうだね、はい。はい、もう100はとっくに超えて136。はい、来ました。ナイス。いきますよ。はい、ちなみに上段テンパにしてるんですよ。確かに爆下に打つと無動取れますよね。そのために中押してるんですよ。中打って上段止まったら 100% 無動なんですけど、もうテンパった場合は爆下に上がられれば無動取れます。しかも1枚が上げたからでかいです、はい。運命きましたね。絶対ピク絶対ビッグだから。これね、ビッグ気味に押しちゃったから。そう。だからもう負けの要素強くなっちゃったね、今のでね。気になる結果ですね。まあ我々、1万円投資総投資なんですけども、この中にね、実はファンタジスタがいます。お、はい。それはなんと今回有言実行された僕の隣にいますアブさんでございます。ありがとうございます。簡単簡単です。なんとですね、我々投資1万円に対しての戻りが3万円超えということで、アブさん、これどういうことですか、説明してください。ダイトの空気があったんですよ、僕の。だから他の方は多分できてないと思うんですけど、やっぱそこの空気感の合わせ方、やっぱそれができるのが安藤さんです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで見事ね、安藤さんのおかげで大勝利を収めることとなりましたので、ここから次はちょっとおじこさん、はい、ちょっとスケジュール的にはどんな感じで、そうですね、今からちょっとお腹も空いたので、はい、ちょっと軽食を、はい、食べに行きたいと思います。いいですね、皆さんもお腹ペコペコですからね。一応スローパチームって僕は勝手につけたんですけど、部長も安藤さんでいいですね、これね。ないですね。じゃあもう部長最後ちょっとどうぞ聞いてください。お願いします。じゃあお願いします。それでは次のスローパチ部お楽しみに。ありがとうございました。はい、というわけで、本日の旅の昼食ですね、第1日目の昼食舞台はこちらでございます。スージーズさんという川口湖市にございます。なんとこちら荻窪さんの、店主さんの、後輩の方がやられてるお店さんなんですけども、今から美味しいハンバーガーを、素敵な仲間たちといただきたいと思います。あれだよね、侍もちょっとこうどういう、もう俺本格的にパチンコパチスロチャンネルでいいかもね。侍って言うと本気に疲れてなりますよ。ガオだけはちゃんとやって、侍もさ、サブチャンネル作ろうよ。サブサブチャンネル作ろうよ。あの、なんていうの、それからもうパチスロに特化したチャンネル、侍スロパチ、侍パチスロパチ部。絶対やんないでしょ。え、やれないでしょ。時間ないです
いや、そこだ、そこでやるよ、ちゃんとやる。だったら、侍の撮影の時間作ってもらって正論出た。正論出ちゃう。ケンスケ、ちょっと面白い企画書いてやる。やっぱね、君の企画力だから、ここは全て。すいません、大変。ありがとうございます。じゃあ、ベーコンチーズを持ち帰ります。すごやべ、映えまくってる。飯テロとはこういうことよ。いや、体重すごいですね。ほら、楽しくなる。サブッチがさ、はい、生主特有の食レポしてたら、もう、なんだろう、あ、おいしい。どうすん、うまい、ハンバーガーめちゃめちゃジューシー、パイナップルもグリルしてあるし、肉汁あふれるし、パンもね、焼いてあるし、食感の違う感もサクサク香ばしい、肉は柔らかい、ジューシー、かつ体汁あふれる、うまい、やっぱ改めてサロッチにさ、食レポしてちゃんとね、ちゃんとお願いします、サロッチさん。あ、はい、ちょっといただきます。うん、素材がいいね。いや、素材良くないですか、素材良くないですか。玉ねぎ入ってるでしょ。はい、入ってます。めちゃくちゃうまい。甘みとか。やばい、これ。ゆくさん的に今回の旅のテーマって何なんですか。丸投げか。全部あなたの責任ですよ。ギャグですね。ぼちぼち参りますか。よし、次。行きましょう。またランチは。嬉しい、ございます。どうもでした。じゃあ、安藤さん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。申し訳ございません。ちょっとこちらに次お願いします。大変なことになります。